ヘイ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 みんな元気勇気です。えー、前回セラルーメン6月から爆上げっていう動画上げたじゃないですか。24時間で1000再生ぐらいされたんで、24時間でね、1000再生ぐらいされると、あの、その後ね、まあ伸びるっていうね、感覚なんですよね、俺の中で。で、セラルーメンやっぱ人気だなって思いました。で、えー、コメントくれた。 え、聴者の方、たくさんありがとうね。うん、たくさんもらった。結城のね、声が素敵だって。うん、しかも分かりやすいってよ、うん。ありがとうって言われたね。他にもね、えー、生まれて初めて YouTube にね、コメントしたくなりましたって。結城の話聞いたら。結城最高って、うん。そういうコメントもあったし、マスクしてないんですねってコメントもあった。うん、俺の記憶でいくとね、 あのパリとかフランスっていうのは日本よりねすごい厳しいねあの対応したんですよ。まるまるパスポートがないとね店に入れないとか、ねうん、あの出かけてもどこどこに買い物できないとかそういうのねきっちりやってたんです、うん、だからあの動画を見てさ前回の動画見てあれって思った方はねそうじゃないんだよ。うん 4月ぐらいにね俺の記憶でいくと解除されたっていうねそういう経緯があるんでだからねあの動画だけ見るとそう思うかもしれないけどそういうわけじゃないっていう話ですねあ,あと他にもシンプソンズのね話結城さん俺信じてるからって俺動画でシンプソンズとセラルーメンのあの動画でさ100ドルになるのっていう話と1000ドルになるっていうねあのエンターテイメントの動画作ってるんですがね まあ、エンターテインメントだけどさ、ね、信じる人がいるって、ね、俺も信じる気持ちわかるよだってさね、うん、まあ1,000ドルは置いといて、ね、100ドルの方の話っていうのもさ書いてあるから、ね、<laughs> だから私は信じるユきキさんってその気持ちわかるよ俺もはいということでね今回動画ちょっとステラルーメンの話しようと思って。 どんな話をしようかいい話ねえかなと思っていろいろ調べてましただから、えー、今回もスラルーメンの動画を見るとあなたはですねやっぱこれ鉄板だなって思えるはずです、うん、しかもねすごくあの前回の動画と共通している6月にっていうねあの記事がありますその件についてお話ししましょうはいまずね 本題に入る前にこちらの記事をご紹介しましょう2022年あごめん2021年5月の5日の記事でねサークルっていう、まあ、記事サークルっていう会社のページですタラはビザタップサークルステラと提携し銀行口座を持たない人々を後押しというね、まあ、話です少し読みますねビザが新興市場の大手デジタル金融サービスプロバイダーである タラと提携し、サークルとステラのサポートを得て USDC を使用して価値の保存と移転をこれまで以上に簡単にすることを発表できることを嬉しく思いますということでねえタラは7年間創業以来タラデータと次世代モバイルテクノロジーを活用した金融包括という一見難しそうな問題を解決してきたリーダーだと。 えー、ビザーと調整することでタラはステラのようなパブリックブロックチェーン全体で USDC を使用して決済できるタラアカウントにリンクされた支払いカードを提供することができますクレジットカードを提供することができるっていうね、うん、でこの、えー、サークルっていうのはサークルペイっていうのをね、あのー、持ってるわけですプラットフォームで前回話したマネーグラムと似た感じの うん、あのサービスやってるんですどういうことかっていうと例えば、まあ、一つの例で言ったらね、うん、今ロシアとウクライナの問題があったりして、えー、戦場に、ねあのー、派遣された、えー、仕事してる戦場で仕事してるね、うん、方が、えー、母国の家族に、えー、生活費をね送るとかっていう時には。 うん、まあ海外送金なんでこういった、えー、サークルのねサービスは有利なんですね、うん、えー、他にも前回話したマネグラムも同じですうんはいということで、えー、次の記事を見ましょうはいインターネットとインターネットのための決済と財務インフラっていうね うん、これもサークルの、まあ、ページですけど米ドルコイン USDC ドルのデジタル通貨で構築するっていうね、うん、要するに、あのー、自分ところのねあのフィアットを USDC に、ね、変えて送るのに、まあ、サービス的には、ねうん、使われる使われない別としては、うん、道は通ってるってことですこれ、ね、マスターガードビザプライドっていうのかな分からないけど えー、USDC 複数のブロックチェーンで機能させるということでヘデラハッシュグラフアルゴランドトロン、えー、ステラソラナイーサリアムと他にあるかなあこれがあるねフローうんアバランチェっていう感じかなはいじゃあ次いきますはい続いてね、えー、こちらステラのページです前回ねマネグラムでね 紹介した時に読んだページですねサークルについて、ね、サークルはあらゆる規模の企業が世界中の支払い商取引金融アプリケーションにデジタル通貨とパブリックブロックチェーンの力を活用できるようにするグローバルな金融テクノロジー企業ですサークルは USD コインの主要運営者であり最も急速に成長し規制され完全に予約されたドルデジタル通貨となっています 流通している USDC は300億ドルを超えオンチェーン取引で1兆ドル以上を支えています今日サークルのトランザクションサービスビジネスアカウントプラットフォーム API はプログラムマブルなインターネットコマースを通じて全ての人の世界経済の繁栄を高めるという約束を持つ次世代の金融サービスと コマーースアプリケーションを生み出していますさらにサークルは登録ブローカーディーラーである米国最大の株式クラウドファンディングプラットフォームの一つであるシードインベストを運営しています。うん、ということでさ、うんはい今日の、ね、話の前置きはねここまで、えー、基本情報ねこれステラの、うん、はいこちらです暗号とブロックチェーンエディターズピックえブラックロックの最新投資が ウォール街のデジタル資産への道をり切り開くと、開くか、ね、うん、2022年4月のね、13日の記事なんで、ね、最近ですよ、ね、うん、ラリー・フィンはロシア・ウクライナ戦争がデジタル通貨の使用を加速させる可能性があると考えているっていう記事になります。ね 5年前ブラックロックのラリー・フィンク会長はビットコインをマネーロンダリングの指標と呼んだことで有名ですそれ以来約10兆ドルの顧客資金を抱える世界最大の資産運用会社はデジタル資産からほとんど離れていますだからフィンクが3月下旬に出版された株主への年次書簡でロシア・ウクライナ侵略によって引き起こされた 大混乱がデジタル通貨の採用を加速させる可能性があると書いたとき、多くの人は、それを金融巨人が最終的に暗号にフォームアップしている兆候と解釈した。ね。3月下旬に株主に、ね、当てた手紙の中で、このブラックロックの、ね、会長が、今までは暗号通貨、マネーロンダルに使ってる、そんなダメだと。 ね、言ってたにもかかわらずですよ、ね、その書簡の中では、うん、デジタル通貨の採用を加速させる可能性があるって、ロシア、ウクライナ問題からって言ってます、はい、続きを見ましょう、現在、イーサリアム、ソラナ、アルゴランド、ステラ、アバランチ、フローなど、ブロックチェーンで利用可能で、米ドルの価値に固定された500ドルのデジタル資産である USD コイン。 usdc ね主要現金準備金の管理に加えてブラックロックは USDC の主要発行体の一つであるボステオンに拠点を置くサークルという広範囲な戦略的パートナーシップを締結しましたって、ね、今言ったサークルね送金プロバイダーサークルペイ持ってる、うん、話したねここに戦略的パートナーシップを締結したってううこれは 昨年サークルがブラックロックフェデラリーマネジメントリサーチ、うん、ほにゃららほにゃららおよびフィンキャピタルから調達した4億ドルの資金調達ラウンドとともに発表されましたサークルは昨年末に90億ドル相当のスペック契約を通じて公開デビューを計画しています ブラックロックは取引の詳細についてコメントを控えたが今日の第1四半期の決済発表によると仮想通貨やステーブルコインだけではなく資産トークン化や許可されたブロックチェーンに目を向けている6月にはブロックロックがブロックチェーンのリーダーを雇うことを検討していると報じられた皆さん前回入りましたね送金プロバイドのマネーグラムに続いてですよここでもね 金融の、金融界の巨人がサークルに、サークルとね、えー、戦略的パートナーシップを締結したって出てるんですよ。最近の記事で。えー、みんな、どういうことこれは、ね。このパートナーシップはブラックロック自体のバランスシートを含むデジタル資産エンゲージメントであるため、 注目に値します以前は資産運用会社が約50億ドル相当の暗号通貨を持つビットコインの最大の企業保有者であるマイクロストラテジーの7.3%の株式と CME ビットコイン先物の,の数十契約ビットコインの米ドル価値の1日1回の参照レートに基づく米ドルの 現金決済契約を通じて暗号へのエクスポージャーを持っていたことを評価されましたしかしこれらの投資はブラックロックの子会社または顧客の資産を管理するファンドを通じて行われましたサークルの CEO である〇〇さんは「フォーブス」の取材に対しこのパートナーシップは伝統的な資本市場に USDC を適用する方法を模索すると述べた アレアレアレアない。はこの関係はほぼ1年発展しているほぼ1年間発展していると付け加えたが、ブラックロックが管理しているステーブルコインの準備金のスーパーセントか、またはパートナーシップの他の詳細を明らかにしなかった。うん このような実装とサークルとブラックロックに追加の収益を戻すのに役立ちます2月の修正スペース取引の発表とともに発表された財務文書ではサークルは USDC 準備金が2022年に4億3800万ドルの収入を生み出し2023年には22億ドルに膨れ上がると予想していますこの取引は USDC にとって承認の大きなうなずきでもあります 時価総額が昨年初めの40億ドルから今日では500億ドル以上に膨れ上がったテザーの825億ドルにはまだ追いついていない埋蔵量の規模と構成に関する透明性欠如と規制監督にもかかわらずテザー2014年の早期到着により暗号投資家の間で好まれるステーブルコインとして地位を維持することができました。 4年後にサークルとコインベースが立ち上げた USDC は特に資産を支えるコマーシャルペーパーと社債の規模と信用力に関して準備金を申告する際の透明さについても、えー、批判されましたしかし昨年8月にはリスク戦略を調整し現物的な現金と国債でのみ資産をバックアップすることを約束しましたこの ままたた国立銀行にになるために申請しています、えー、現在ブラックロックの支援を得てステーブルコインは伝統的な金融機関や投資家にとって頼りになるデジタル資産としての足場を見つけることを望んでいますこのコラボレーションはドルのデジタル通貨がデジタル資産の分野だけでなくますます伝統的な金融でもうどのように機能するかという点で潜在的に大きな前進となる可能性がある、うん、というふうに この美人に見える人ニーナさんが書いた記事ですね皆さん記事を読んでね俺がどう思ったのかっていうとねまず皆さんねブラックロックっていうね資産運用会社は、えー、運用規模で500兆円を誇る世界最大の資産運用会社なんですよ、ね、ブラックロックの筆頭株主にはバンガードが入ってますア、えー、アメリカのペンシルベニア州にある 世界最大の投資信用運用会社です、うん。この会社っていうのはね、グレートリセットを推進してるんですよ。ね、世界経済フォーラムのメンバーでもあります。うん、それとね、ヴァンガードの中にはね、ロスチャイルド・インベストメント、ロスチャイルド・ホールディングス、アメリカのブッシュ大統領、元ブッシュ大統領のブッシュ家とか、 英国王室あとデュポンウィンダービルドボルガンとか入ってますそのブラックロックのね会長ラリー・フィンクが何て言ったかってでもう一回言うけど、うん、ロシア・ウクライナ戦争がデジタル通貨の使用を加速させる可能性があるっていうことで、ね、現在イーサリアもソラナアルゴランドステラアバランチフローなどのブロックチェーンで 利用可能なサークルっていう会社にサークルっていう会社と戦略的パートナーシップを締結したってねそういう意味だよ。はい、以上のことからね、えー、ここでもね皆さん「6月」っていうキーワードが出てます。ね、前回も話しました「6月」マネーグラムで。ね うん、世界はますます混乱すると、ね、ひどいことになっていくっていう話ですそれと <laughs>、うんはい、何かあればいいですね6月ね皆さん、うん、じゃあチャート分析いきましょうはいじゃあテクニカル分析いきましょうステラルーメン25円かなねええー、4月の24日昼間で,です皆さんね、うん 直近の動画ではねここら辺でちょこちょこ作戦行くよって言ってねこれだけ上がりましたよ皆さんねんけど下で落ちた時にねもう一回変えるように一応そういう計画っていうのは俺の中では変わらないですちなみにミスターヘッジファンドはね今日の新しい動画でビットコインはあの上昇トレンドに入ってるんじゃないのって言ってたうんねもう一回このね斜めの ね、青いラインをもうちょっと上なんだよなこれな、うん、だからしっかりとつけた後にね、うん、落としてきたら、ね、このライン22円までいっちゃうけどこの25円と、ね、このラインと25円のこの三角をさ、ね、横に動けば上にパンっていけれるよ、ね、そしたらみんなでさね「ブラボー!」って言おうよ。<laughs> ね。うん はい、ということでさステラルーメンの分析は終わりねえー、ビットコインのね分析とかあのいつもやってる分析はあの明日出します、うん、全部あの一つの動画でねはいということで今回の動画皆さん面白かったですかねもし面白かったと思ったらチャンネル登録して拡散してくださいね私はきっとあなたが好む動画をまた作るでしょうだからチャンネル登録ぜひ、うん、してください、はい、じゃあねー